ゆいです。お便りを紹介します。埼玉県のてんたまネーム眉毛元帥さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日ファミリーマートで推しのキャラかっこモフサンドの一番くじが発売されてて、ラストワン賞狙いだったので数日狙っていて通い詰めていましたが、だいぶ減ったと思ったところで店員さんにくじを差し出して全部くださいと言って代金を払ってくじを開いて、最後に残っていた景品と、ラストワン賞をゲット。なかなかの量でしたが頑張って持ち帰りました。ぼっちゃんはこんな風に大人買いをした経験はありますでしょうか。あーこれね、いやラスワン狙ってる人は本当に大変ですよね。なんか近所のコンビニとかでも私と誰かだけが競ってるなみたいな多分瞬間があって、でなんかちょっとずつちょっとずつ減ってて、残り25個、残り20個、残り18個だ。これのどこで買うかでしょみんな。ラスワンってどこで買うかでしょ。これみんなどこで買うんだろうね。だからあれだよね、お互いなんとなくさきっとさあるんですよ数、10個切ったら買おう全部みたいな時が来るわけじゃないですか。で10個切ったら買おうの11個だった時に、おおどうする、11個、うわ10個切ったら買おうと思ったけど11個かって時に、ここでさ例えばじゃあ競ってる以外の人が誰か入ってきて戯れにさ2個ぐらい買って9個になったとして、で9個になった瞬間に自分じゃなくて相手が来ちゃった場合根こそぎ持ってかれちゃうわけじゃないですか。ってなったら残り11個買うかっていうそのなんていうのこのチキンレース感みたいなのがヒリヒリして面白いですよね、このラストワンっていうねシステムね。いや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 、ラストワンにしかさ推しがいない人は大変だよねこれね。あでも待てばいいのか、ラストワンは逆にラストワンだけ狙ってる人って逆にいろんなとこちょっと巡りながら一番少ないところを探すみたいな旅に出るんですかね、どうなんだろうこれ。でも私も推してる作品がコンビニのくじになってたことがあって、でやっぱり人が多いところから多分こういうのって売れてくじゃないですか、人がよく通るところから。だから私なんだっけな、葛西臨海公園だったかな、新木場よりもうちょい向こうの駅、葛西臨海公園でしたっけかな、にあるコンビニまで行って一番くじ買った記憶あります。あと出すタイミング、出す時間帯によって多分私一番最初に買えたんで、だから心置きなく買いました。はい、推し出るまで推しが出るまで買いました。はい、懐かしいな。やっぱでもなんか9時とかランダムとかってなんかやっぱ嫌なんだけど、でもなんかやっぱ開ける楽しさは確かにあるよね確かにあるよね、それはちょっと思いますね。はい、これちょっとみんな残り何個でラスワン行くのか、これちょっと知りたいところではありますね。だからよっぽどの時は友達とこれなんかどうする、全部買うみたいな時はあるからね本当にあるからね、全部行くみたいな時やっぱあるからみんなちょっとねこの辺何個で買うのかちょっと知りたいところですね。はい、ということで堀江優衣の天使の卵を今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。
改めましてこんばんてん、堀江ゆいです。ちょっと今日は皆さんから届いたふつおたを紹介していくところから始めたいと思います。群馬県のてんたまネーム群活さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日 X でショックすぎることがあって、気がついたら私ラーメン屋さんにいる。普段一人でラーメン屋さん入れないのにとポストしていましたね。ショックすぎること、ほっちゃんがショックだったとつぶやくのは珍しいですね。ガチャで推しが来なかったのでしょうか。まあまあ限りなくそんな感じですよ。まあなんだろうな、例えて言うならば、絶対っていうか、なんかこれ割といけるんじゃないかなみたいなオーディションをね受けたとして、全然受からなかったみたいなやつの推し活バージョンみたいな、まあそんな感じですかね。はい、やっぱり厳しいね推し活って。っていうので、あ、ダメだったかみたいなことがあって、でも私普段一人でラーメン屋さん、しかも入ったことないお店に入るって本当にないんですよ。だからなんだろうな、あったかい場所を多分心の奥底で、なんかあまりにもショックだから心の中で多分あったかい場所を求めたんでしょうね。気がついたらラーメン屋さんに入っててラーメン注文してて、で行かなきゃいけないとこもあったから、本当はあ、ちょっと私なんで今ラーメン注文しちゃったんだ、行かなきゃいけないとこあるんだけどな、まあいいかって言ってわーって食べて、お腹もそんな空いてないんだけどと思いながらラーメン食べて、でもあったかいなみたいな感じで食べて、で普段私なんかどっちかっていうと、まあ個人の意見ですよ、個人の意見の好みの意見ですよ、豚骨以外割とラーメンじゃない派みたいな感じ、過激派、豚骨過激派なんですけど、なんかそこ豚骨じゃなかったんですよ、スープが。だけど食べながら、あ、豚骨以外もラーメン美味しいなって思いながらね。はい、なのでなんかこうショックすぎる出来事があると、普段と違う行動、人って普段と違うね行動をね知らないうちに取るんだなっていう、はい、出来事がございました。なんだけどそれをまあ、つぶやいて、まあ、ショックなんだけど、まあ、ショック受けてたから、ショックずっと受けてて、そしたらなんかそれをね、日高里奈ちゃんがX で見ててくれたみたいで、えいさん、なんかショックのことあったんですか、ご飯でも行きましょうっつってご飯誘ってくれて、一緒にね食べてきました。はい、でなんか、まあ、日高さんとご飯行くの2回目か 3回目ぐらいかな、なんですけど、気づかなかったんですけど、なんか食べるの、なんか食がすごい好きで、食べ物とか美味しいものとか見つけるのとか探すのがすごい好きな人で、そういうなんか食べ物の話聞いてるとめちゃくちゃ面白いんですけど、なんかまあね、いっぱいいろんなこと話しながら食べてるじゃないですか。でそうすると、あれ、日高さん食べ終わってるけど私まで全然食べ終わってないな、ちょっと追いつかなきゃみたいな、でまた食べて、で別のお皿来て、でまた食べて、で日高さん食べ終わってるけど私食べ終わってないから、あ、ちょっと急がなきゃ、また喋りすぎちゃってるかなと思って、でもまたお皿が日高さん食べ終わってるけど私食べ終わってないってなって、で私はちょっと追いつかなきゃ、なんかごめんねみたいなこと、私食べるの遅いよねって言ったら、日高さんが、あ、気にしないでください、私結構食べるの早いんですよってなって、あ、そうなんだって思ったんだけど、はって気がついて、考えてみたら私日高さんがもぐもぐしてるとこ一回も見てないかもってなってあれ、切ってるところまでは見たけど口に入れてもぐもぐしてるとこ見たことないかもってなって、なんかどうやって食べてんのっていう話にちょっとなるっていう感じのね、楽しいご飯会を、はい、開いてくれました。めっちゃ楽しかったな。なんかすごいね、落ち込んでるって書いたら心配してくれる人がいて、なんか彩香さんもなんか心配してくれるダンサーの彩香さんもなんか心配してくれてたみたいで、後で連絡しようってなんかそうそう、方々からねちょっと心配してくれてる人がいたみたいんですけど、なんかね推し活だよっていうのはちゃんと言おうって思いました。はい、じゃあもう一枚、岐阜県のてんたまネーム文著さんからいただきました。
堀江さんこんばんてん。2月25日に行われた16ビットセンセーションブルーレイ&DVD 発売記念イベントに参加しました。1時間半以上もトーク盛りだくさんで大満足です。ところどころで川澄さんと昔を振り返るやり取りが盛り上がってたのが印象的でした。イベントの最後には PC98 を景品にじゃんけん大会が行われましたね。出演者4人と順番にじゃんけん、順番に対戦ということでしたが、自分は残念ながら初戦で古賀さんに負けてしまいました。3番目を担当していたほっちゃんが残った参加者を一掃し、景品を自分が持ち帰る世界戦を心配していて、なんだか良い方みたいなこと言ってるなと感じましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、このね16ビットセンセーションという、まあ、アニメがありまして、すごいなんかね、なんだろうな、美少女ゲームだから 20、30年前とかの美少女ゲーム作りみたいなのと、こう現代の女の子がそこに行ってこうタイムリープみたいなのが合わさったような内容で、お話はねほんとめちゃくちゃ面白いあのアニメなので、ぜひね見てほしいなと思います。なんかこう当時のゲーム作りあるあるみたいなものもすごい勉強になるっていうか、あ、こんな風にやってたんだっていうのも面白い、興味深いですし、単純にその現代の子がタイムリープしちゃうっていうそのストーリー的にもめちゃくちゃ面白い作品なんで、これ本当にね面白いいいお話でしたので、ぜひね皆さんに見ていただきたいなと思っておりますけども、でそのイベントでまあなんかいろいろ話したりなんかしながら、でずっとなんかねその16ビットのイベント、まあ私が出てない時もそうなんですけど、ずっとなんか多分ディスプレイとしてPC パソコンの98みたいなやつが置いてあったんですよ。私もごめんなさい詳しくないから分かんないんだけど、昔のパソコンがずっとディスプレイとして飾られてって、でそれを最後にみんなでサイン入れてじゃんけん大会で一人にプレゼントしようみたいになって、でも我々はこれでも結構大きいからみんないらないんじゃないみたいな、どうする誰も手挙げなかったらみたいな感じで結構心配してたんですけど、会場の人ほとんどがわーって手挙げてくれて、でそれで順番にキャストとじゃんけん大会みたいなのをして、久々にでもじゃんけん大会やったらやっぱちょっと楽しくてで私の番、古賀さんやって阿部さんやって、で勝った人だけ残って、負けた人はもうちょっと下ろしていくみたいな感じの、まあ、よくあるじゃんけん大会で、私が参加した時が残りね多分 6,7 人ぐらいまで減ってたんですよ。そうだからこれもし万が一私、いやたまに UFO あるじゃないですか、 UFO で全員なくなる時、これもし私が全員に勝った場合私このパソコン持って帰ることになります、大丈夫みたいな、まあ欲しくないこともないけど、でもでかいし使えないから、私はねそのパソコンを、そもそもパソコン自体あんま使わないしっていうので、これ私買ったの持ってかなきゃいけないとかはないですよねみたいなこと聞きながらじゃんけんして、したらでも最後4人ぐらい残ったのかな、はい、まあ、そんな感じで割と全員減らしちゃうみたいなことはなく、じゃんけん大会終わりましたね。もう一枚来てます。てんたまネームポアソンさんからいただきました。ほっちゃんこんばんて。16ビットセンセーションのイベントに参加しました。印象に残ったのは古賀さんが作ったキャラクター牛久沼ゆりのうんゆうというセリフです。うぐうがいじられてるとぼやくほっちゃんと、うんゆうが流れるたびにもだえる観客と古賀さんの一体感が非常に面白かったです、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、そのイベントの中でも、出てきたんですけど、なんか16ビットセンセーションっていうアニメのなんかこう、まあ、ラジオを古賀さんがやってて、その中の企画で美少女を作るみたいなね企画で、それをコミケで発表しようみたいな企画をどうやらずっとやってたみたいで、でなんか2キャラぐらいキャラクターを作って、でそれになんか絵をつけてもらってセリフが来て、でサプライズで私とあやちゃんがそのキャラクターをねやるみたいになって、あもう全然いいですけどみたいな感じで台本もらったら、台本にんゆう、んひらがなのんにゆうでちっちゃいうみたいなで伸ばしみたいな、んゆうって書いてあって、おー
んから始まる単語を私あんまり言ったことがないから、これどうやって言うのみたいな感じで、これなんかだから現場でもしょうがない、この言うきっとなんか、まあ、誰かのイメージがあるはずだから、あのまあサプライズ、一応サプライズで声取るっていうから、まあ、なんかそのちゃんとスタジオ行ってそのキャラクターのセリフを取ったんですよ。でなんかこのユウってあのこれってあのどんなイメージか分かりますかみたいに聞いて、で古賀さんの中にあの明確なイメージみたいなのがあって、こういう言い方を例えばしてほしいみたいなのがそのラジオとかで喋ったんですかって言ったら、あ実はこのセリフ考えたのは原作の先生なんですよみたいな、あそうなんですね、なるほどなるほど、原作の先生がとか絵とかそのキャラクターとかを見て作ってくれたセリフなんですねって言って、じゃあ原作の先生にこのなんかユウの言い方のイメージってありますかねみたいなこと聞いたんですけど、いやもう堀江さんにお任せでみたいなまあそうなることだろうとは思ったけれどもみたいな、なんかそれで運輸っていうセリフを交えながら、まあ、キャラクターのセリフを読んで、あやってやってちょっと私もわかんないいやちょっとじゃあ雰囲気で言いますね。運輸大変だよ、まあ普通でしょ別に運輸って言ってるしいやだからそれでほらなんかこういうキャラの決め台詞ってやっぱあるんですよ、あのこだわりが制作者の方に。だから私も言い方ありますかって言ったらなんかまあそれでみたいになんかやってみたらそれでみたいになったから、まあまあじゃあいいやっていう感じで、まあ一生懸命ありましたよもちろん、自分なりに運輸を解釈してね。であのまあ当日ねあの様子がこう流れて、でそれを見てる、まあ、古賀さんの映像が流れるみたいな感じだったんですけど、まあでもそれもさ古賀さんからしてもさ違うとも多分言えないしそうあこうじゃないんですけどねこのキャラみたいなことも当然言えないしさまあなんかそういう感じのちょっとなんだろう面白い、はい、コーナーもあったりしつつなイベントでございました。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲をお届けしましょう、リクエストが来ております。埼玉県のてんたまネームルイさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、卒業シーズンといえばこの曲もかけておかないとトレトレで怒られるのではないでしょうか。という冗談はさておき、この曲は聴くといつも泣いちゃうくらい文学少女の歌集の中でも好きな曲なので、次の集会の文学少女は歌わないでまた聴けると思うと嬉しいです。あそうだね、絶対あるもんね、あるはずだもんね、スタートラインをよろしくお願いしますということで、あなんか嬉しいですね、そんなになんか聴くと泣いちゃうみたいなこと言ってくださるのね、思い入れを持って聴いてくださってるのがとっても嬉しいなと思いました。はい、ということで、そっか卒業シーズンですか。あら皆さんね卒業される方おめでとうございますということで、それではここで1曲お届けします。堀江優衣でスタートライン。じゃあね手紙書くね、それしか言えずに二人通い慣れた道を黙って歩くの初めてだね。日差し揺れる坂道、遠ざかる君に手を振る。忘れない制服出かけ抜けた若葉の日々、忘れない
ミスモノクロームの白黒つけておしまい。意識の中目を閉じれば。私はミスモノクローム。クシュンクシュン、あ、花粉来てるなと思っている存在。今の花粉症は大丈夫。あ、花粉症じゃないんで、あの、大丈夫ですね。てか、もくちゃん花粉症なんですか？うんうん、みんなが言ってるから真似してみた。あ、確かにもくちゃん一応アンドロイドですからね。アンドロイド、花粉の時期最強。ちょっとボディが黄色くなるくらい。ではメッセージを紹介します。千葉県てんたまネーム黒猫のカルテさん。もくちゃんこんばんてん。もくちゃんはヨーグルトに何を入れて食べるのが好きですか？いちごとかりんごとかがヨーグルトに合う。違うなと思ったのはメロン。お互いの良さが消えた。あ、タンパク質分解酵素のプロテアゼが強いものはヨーグルトと一緒に食べると苦味を感じるんですけど、まだまだみんなからの質問メロンにも結構あるみたいなんで。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナー、ほっちゃんに相談だ。皆さんが困っていること、悩んでいることを募集、それを私がズバリ解決していきます。あ、ちょっと久々かしら。はい、そうでもない、そうでもないんだね。はい、北海道てんたまネーム唯月お兄様からいただきました。僕の私服の7割近くが黒、ズボン&パジャマに至っては 100% 黒のみなのですが、他の色の服を買う場合、何色の服を買えば似合うと思いますか？似合うと似合うとか、似合うと、なるほどね。まあでも黒が似合ってるんだったら白似合うんじゃない黒似合ってるんだったら白とかがやっぱ似合うと思うな。白、お、白似合うね白似合うんじゃないかな。だから白っていうか真っ白はちょっともしかしたら着づらいかもしれないから、ちょっとこうなんだろうね、きなりぐらいの、あ、でも男の人きなり着づらいかな、そんなことない、着てる？あ、じゃあいいか、あの白です。え、じゃあもう一枚、茨城県のてんたまネームヘンゼルさんからいただきました。堀江さんこんばんてん。めんつゆを使っていて微妙に余ってしまった時、残りのめんつゆをどのように使えばよいか教えていただけますとありがたいです。え、これどういうこと？めんつゆを使っていた、あ、そうめんはできないけれども、ちょっとだけめんつゆあるなみたいな時、で別に取っといてさ、次のそうめんの時にさ、古いのと新しいの一緒に入れたらいいんじゃないの？いや、なんかあのうちは本当にめんつゆ派だから、あのめんつゆが微妙に余ってるがもう全くよくわからない。あのお豆腐にもかけるし、お刺身もうちめんつゆだし、何でもかんでもとにかくめんつゆを使うので、餃子もめんつゆだし、何でもめんつゆだから、あのこの微妙に余っていてのニュアンスが本当によくわからないかも。え、何、逆に言うとさ、そうめんにしか使わないのめんつゆみたいな、そんな面持ち、心持ちです今。はい、とにかく何でもかけてみ、美味しいからあ、でもヨーグルトとかじゃないよ、そういうことじゃないよ、ヨーグルトとかじゃないやつね。はい、ご飯かけてみたらめっちゃ美味しいんですけどね、なんかおかずとかにね。はい、ということで、引き続き皆さんからの相談ごとお待ちしています。Thank you.
堀江優衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。もくちゃんも言ってましたけどね、あの花粉症の人たちちょっと大変そうですけど、あのあれでしょ、多分今大丈夫な人は花粉症ではないよね多分ね。ね、私あの今のところ大丈夫なんで、なんかたまにあのあくしゃみ出たなみたいな時あるんですけど、でもほら今ぐらいが多分マックスみんなひどいはずで、今ぐらいがめっちゃ元気だから多分なんか大丈夫な気がしますはい、ということで番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江優衣の天使の卵それぞれの係まで、メールはすべて小文字で tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 卵は tamago です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんにはキラキラエンジェルステッカーをプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということでこの時間のお相手は、あ、そうだ、蒼井翔太さんのライブを見に行った話をしようと思ってうっかりここまで来てしまったな、堀江優衣でした。すごいすごい素敵でしたよそれじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム この番組はキングレコードの提供でお送りしました。いつか巡り